皆さん、こんにちは。DJ 珍電です。珍勇気ボリューム16。ということで、本日はですね、9月12日。いや、9月12日。そのね、昨日はね、アメリカ同時多発テロの9月11日。まあ、日本で言うと、まあ、12日なんですけれども。まあ、やっぱりね、えー、ナイは本当にね、すごい世界的にね、えー、大事件。 ねえー、もう本当記憶に鮮明に残ってるんですけれども、えー、2001年に起こった事件で、2001年の、えー、DJ 新年はですね、えー、大学生だったんです。で、大学の、えー、ゼミの研修で、ベ、えー、ペルー、ボリビアに、えー、向かってる途中でした。えー、10、 10だったか11日だったからに、えー、成田から、えー、っと、最初シアトル行って、シアトルからマイアミ。その時にですね、えう、ー、同時ハステロが、え起、ー、こってたっていう話らしいんですけれども、えー、そのね、乗り換えの、えー、時にね、えー、ペルーのね、 向かっているときのね、えー、何個の違う瓶でもしかしたらっていう、そんなね、えー、タイムリーに私、えー、乗ってたんです、飛行機。で、まあ自分がね、えー、ペルーに着いたときに、あの、ホテルで、えー、テレビつけてたらずっとビルに突っ込んでるあの飛行機の映像ばっかり流れてたんですよね。 え、ペルーって、この映像見て、楽しんでるの、<laughs> どういうことなんだろうと思って、で、ペルー、やっぱりあのー、言葉が全然ね、英語でもないですし、で、スペイン語と、えー、ペルー、ペルー語だったかな。うん、だから、もうほぼスパニッシュで、全然もう何言ってるかわからない状態で、で、先生が、えー、お前ら、 もう日本帰れねえかもしれないぞっていきなり言われて、えー、とえ、なんな、どういうことなんですかって言ったら、世界で戦争が始まるから、お前ら日本に帰れないかもしれないって。え、どういうことなんですか意味がわからないって。<laughs> 戦争え、何がって。この映像っていうのは、アメリカに、ね、イスラムの過激派のテロの組織が、えー、こうね、チャあの、飛行機を乗っ取って、 えー、で、そうやってね、たつテロを起こしたと、そういう説明を受けて、受けてもよくわかる。ど、ど、どういうことなんだろうみたいな。で、やっぱりこう、そういうことになると、まあ、戦争が始まったら、飛行機は乗れない。飛行機は乗れないイコール、もちろん日本に私たちは帰れないと。いやいやいや。<laughs> 待ってくれと。いきなり、あの、苦労して、えー何時間かかったかな。 30時間ぐらいかかったのかなペルーまで行くまで。結構かかったんです。で、もう乗り換えも大変で、で飛行機でずっと狭い思いしながら、まあ、そうやってね、移動して移動して、ようやく着いたホテルで <laughs>、そんなこと言われて、知らない国で。いやー、えー、みたいな。<laughs> え、ま、ま混じってんですかみたいな。で、自分がですね、そのね、えー、研修で行ったのは、あのー、 なんか、インカ文明を、えー、ちょっとね、えー、先行したので、その文明をね、なんか、ね、いろいろね、えー、勉強するっていうことで行ったんですけども、あのー、ま、あ大体2週間、えー、ぐらい、えー、ペルー、ボリビアに、えー、各種をね、回るっていう予定だったんです。その1日目にぶつかったんで、まあ、とりあえず2週間、まあ、ちょっと様子見ながら、 あのー、世界のね、動き。まあそうやってね。まあ今の状態だと飛行機は飛ばないっていう話。まあアメリカ国内に関しては飛ばないっていう話で。で、まあやっぱりブラジルとかまあそういう、ペルー、ボリビアな辺からまあ直行便っていうのは絶対日本にないので、まあブラジルまで行って、そっからまた乗り換えて <laughs>、で、中国経由で行くと。なんかそういろんなね、うん あのー、まあ、もし最悪の場合っていうのもね、考えながらね、えー、いろいろね、えー、先生だったりとか、えー、その時にね、ゼミ取ってたね、生徒はね、15人ぐらいいたのかな <laughs> そう、結構ね、えー、まん、あ、まあニーズいたんで、みんなでね、うわ、どうしよう、みたいな。全然言葉もわかんないし、まあ、この国に初めて来たし、<laughs> 何をどう、 もう右も左もわからない状態の国で死ぬまでいるのかって、ちょっとね、本当にね、あの一瞬もう青ざめたんですけども。でですね、まあ、ベルっていうのは、すごく高山なんですね。えー、富士山の頂上ぐらいのね、えー、高度ですごくね、酸素が薄くて <laughs>。でね、まあそのね、バタバタの石を開けたら、え高、ー、山病で、 頭が割れるぐらい、もうね、あのー、本当にね、痛くて。で、えー、もうね、最悪なスタートから始まったんですけれども、高山病っていうのはね、やっぱりね、あのー、山登ったことなんでか知らないですけど、そのゼミは、あのー、富士山も登んなきゃいけなかったんですよ。富士山登らないと単位くれないっていうゼミで、ちょっと変わった先生で、えー、そのね、 え、先生のおかげで俺はね、富士山をね、え、登ったことあるんです。富士山登るっていうのは多分ね、この先にもあるかどうか <laughs>。もうね、本当、あの、貴重な経験だったんですけども。で、富士山登った時はね、高山病になんなかったんだけれども、やっぱりペルー行った時はね、みんな高山病になって、で、ホテルにですね、まあそういう観光客向けに酸素ボンベとかもあって、 で、まあそうやってね、あのー、ひどい高山病の人は、もう酸素ボンベでね、酸素をね、とりあえず脳に、えー、ね、吸ってね、こう、まずは、え高、ー、山病やらわらぐような感じをね、ちょっとやってた、やってたんですよ。で、なんかペルーは、そういうなんか、高山病にいいという、まあお茶、コカティっていうのもあるんですね。 もう本当にあの、コカインの葉っぱを煎じて飲むっていうコカティっていうのがあって、で、そういうので、ちょっとこうリラックスさせて、まあ、鉱山も、高山病を和らげるっていうコカティっていうのをね、初めて飲んだりとかして、まあやっぱり現地に行って、まあそういうね、あの、同時多発セロのこともそうだったんですけど、まあ、ペルーっていう国、そしてボリビア、ボリビアっていう国の、やっぱりね、 あの、表面的にね、あの、旅行のガイドブックに載ってること、じゃないところをね、いきなりこうね、あの、いろいろとね、えー、体験したんですけれども。まあ本当に、ね、ペルー、ボリビアって多分行かれた人もあんまりいないんじゃないかな。まあもちろんね、日本にね、在日中のペルーの方いっぱいね、工場のね、えー、働いてる方とかもね、結構いたりとかするんで、ペルーの方も多いと思うですし、まああれですけれども、でもやっぱりね、 ベルまで行くっていうのはね、相当ね、まあ、時間も、そしてお金もかかるんでね。いやー、いろいろとね、<laughs> 貴重な体験をしたんです。その時もですね、私ね、DJ やってましたので、その時は3人組のグループで、ラップグループ、コンコルドっていうグループのバック DJ やってて、で、そのね、時代にね、結構ね、あのファッションモデル、ストリートブランドのフリーキーっていうブランドがあったんですけれども、 そのファクションモデルをちょっとやってた時期があって、で、当時のね、ブーンとか、ウーフィンとか、ゲットオンとか、そういうね、ストリート、マザーシのね、えー、そういうね、ちょっと b ボーイのね、洋服を着てね、こうね、モデルとかもちょっとやってたんです。で、その時にね、あのー、自分が、ちょうどそのね、えー、っと、まあ、ボリビアペルー行ってる時に、えー、っと、写真を撮る、 えー、あれがあって、自分は欠席の状態で、あの、そのモデルできなかったんですけども、そのモデルできなかった時に、まあ、編集者の人、そのブランドの人が気を使ってくれて、自分の写真をこう、あの、小学校の欠席した、なんか児童みたいな感じで、あの、丸く雑誌も載っけてくれたんですね。あの、コンコールドはもう一人いますよ、みたいな感じで。 で、そのね、あの、丸くなってるやつがね、あのー、まあ、いたメンバーが、あの、本当に似たはずで、えー、もしかしたら、ね、あの、死んじゃってるかもしれなくて、これが、家みたいになっちゃってんじゃないのみたいな感じで、あの、もう、笑えない状態の、なんかね、編集になってしまうかもしれなかった、みたいな話をね、えー、後々聞いて、でね、やっぱり、あのー、生存確認、 じゃないですけれども、まあ旅行会社、あの大学のね、ゼミの、えー、雇ってた旅行会社からね、やっぱりね、自宅の方にですね、えー、大丈夫です。新年生きてますと <laughs>。え、電話を、えー、うちの親にしたっていう話をね、後々聞きました。やっぱりね、こっちからかけることはできないし、まあやっぱり電話をね、ペルーにかけるっていうですね、その2001年の時にね、手段って結構ね、大変だったんでね。 生存確認をね、されてたっていうことは、後で聞いて。で、なんかみんながもう本当にね、安心して、ああ、よかったよかったっていうふうにね、ただね、帰ってこれる子問題もあったんで、あの、帰ってくるまでが、えー、すごく心配かけたっていうお話でした。はい。ということで、人有期ボリューム16。まあね、911。まあね、これね、事件二度と来てほしくないというね、えー、思いでね、 2001年を覚えておりますということで皆さん、えー、次回もよろしくお願いします。バイバイ